巨大デモンストレーション&原発やめる広場が開催されています。不当逮捕だろうが。12人が逮捕されたんですけど、大部屋みたいな時に最初連れてかれるんですよ。もうドタバタ劇みたいなことが起きてて、警察全体としてこれやりすぎでしょってのはすごい言ったんですよ、はい、したら警察もいやちょっとやりすぎだみたいな。